ート駅ビル大階段にある特設ステージから生放送でお届けしていきます。サタデーはミュージックアイランズアフタヌーンエディション。そして私のお隣にいらっしゃるのは酒井優さんです。どうも酒井優です。ありがとうございます。おお、ミニベルまで飛んできましたよ。すごいですね、階段が。すごいですね。この大階段にはもうぎっしり皆さんがこのスペースを見てくださっていますけれども、今日のトークゲスト酒井優さん、よろしくお願いします。ここ3年前に僕出させていただきましたね。じゃあ久しぶりのね。そう、うちのね、地蔵ヶ塚の京子さんと、あと畑君と、ダウンタウンクリスマスを歌わせていただきました。いいですね。そんなね、酒井優さんですけれども、今日は私たちがいる京都駅ビルのこの室町工事広場、ジャジャンと22メートルの巨大クリスマスツリーが登場しております。これどうですか、今もう私たち真下から見上げてますけれども。まあ今まで見たクリスマスツリーの中で一番大きいです。おっと来ました。一番大きいですよね皆さん。これすごいオーナメントもたくさんついていて、さらにいろんなね光のイルミネーションがとっても綺麗なんですが、このツリー午後5時になると酒井優さんの曲ジャスミンが流れるんです。ありがとうございます。ねえ、なんかこうツリーと自分の曲が一緒に流れるってどうですか。それをまだ見てないんで、ちょっとそれを見てからちゃんと帰ろうかなと思って、ね、5時に今日5時にここでスタンバイですよ皆さん、はい、みんなめっちゃ楽しみにしてくださってますが、さあもうすぐクリスマス、どうですか、ゆうくんの中ではクリスマスといえばどんなことを思い出しますか。クリスマスはまあ割とどちらかというと寂しい思い出ばっかりですね。はっきり言って一人で、はい、ね、音楽、好きな音楽聴いて、24日の11時58分ぐらいから山下達郎のクリスマスイブ、おお、やっぱりきっと君は来ないのか。その歌詞通りのシチュエーションを自分で作り上げるという、割とそうですね。僕は割と一人でこう静かに過ごすのが結構多いですね。そういう時とかってこうご飯のメニューとかどうするんですか。変わらず、チャーハンとか。いいね。でもね、コンビニでなんかこう気持ち程度なんかケーキと、でもね、そういうね、やればやるほど寂しい。そうですね。今やればやるほど聞いていてもちょっと切なくなりました。今日はせっかくこの団体団すごいたくさんの皆さんに集まっていただいたので、会場に来てくれた皆さんにもクリスマスの質問を。